ローソンさんで素敵すぎる商品見つけちゃいましたよね。いちご&ホイップパイ、いちご果肉といちごホイップですって。デニッシュ生地的なものの中に入ってるホイップクリームですから、これもねギリギリパン寄りのケーキですよ。こうなっております。こう見ると大きいパイの実みたいな質感とでも言いましょうか。いただきます。美味しいのは確実に美味しい。いちごクリームの甘みがやっぱこの生地との相性すごくいいし、食感も最初サクサク噛んでいくうちにしっとりの感じが僕好みなのでございますが、写真これにしてはちょっと食べた断面でごめんなさいなんですけれども、こういう感じだから、いちごのホイップクリームは目では確認できない状態ではございますね。もう一口噛んだら出てくるかな。クリーム出てまいりました。で、一口目よりも正直だいぶ美味しく感じます。ちょっとまた断面ごめんなさいなんですけれども、ほら結構クリームが登場したっていうのと、上のピンク色のクリームに目を惹かれがちですが、その下に敷かれています色の濃いめの部分わかります？これがねすごく酸味の効いた味で、甘いだけで終わらせないっていう味に深みを出す役割を果たしてるんですよ。このシュー生地とピンクの部分と紫の部分でこの酸味一体、酸味だけに、いちごだけに今日の最後の決め台詞、下手になってしまいました。